はいどうも皆様はじめまして、最近食べたシャウベッセンの肉汁がピュッと飛び出て口の裏にビャンってなってアウってなってやけどした仲間でございますけれども、なんと皆様登録者数700人超えました。いやー700ってすごいっすよね。700ってだってあれですよ、恵比寿ガーデンホール、ライブ会場の恵比寿ガーデンホールのキャパが750ですよ。もうほぼ埋めれてますからね。さらにゼップ東京2709、私をゼップに連れてって、皆様本日もよろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いいたします。まあそのもうゆるーくお願いします。もうゆるーく見守っていただけたらなと思います。本当に全然なんかもう鼻くそをじりながら見ていただいてもいいですし、もう鼻くそで北斗姿勢作りながらでもいいですし、鼻くそのプラネタリウム作りながらでもいいですしね、もうよろしくお願いします。ゆるーくお願いいたしますね。よろしくお願いします。これ2回目ですね。さあ行きましょう。あの僕ですね、地元が福岡なんですけれども、その地元の福岡いた頃にその食品工場に勤めてて、はい、でなんか食品工場の仕事内容というのがめちゃくちゃきつくて、そのなんか一日中高温の油の前で唐揚げを揚げたりだとか、もう魚の鱗を永遠に取ったりだとか、まあ単純作業なんですけれども、まあめちゃくちゃきついんですよ。もう拘束時間も長いし、でもストレスめちゃくちゃ溜まって、もう気がめいりそうになって、もうなんか髪の毛も抜け落ちたりだとかしてたんですよ。でその時僕はですね、もうバッチンバッチンのドッコンドッコンの童貞だったんですけれども、まあその時ですね、なんかパートのおばちゃんみたいなのもいて、そのパートのおばちゃんもほんと60歳ぐらいの方だと思うんですけれども、もうそのおばちゃん見るたびに僕はですね、もうムラムラしちゃって、もう毎日ムラムラしちゃってたんですよ。まだ僕はまだ性を知らぬものだったんで、もうなんか遊戯王カードみたいになっちゃいましたけど、まだ性をまだ知らぬもの召喚、守備表示で召喚みたいな、装備魔法でミキちゃんの縦笛みたいな、まあその話はどうでもいいんですけれども、もうムラムラしちゃって、でもこのムラムラした気持ちすごい溢れそうで、でも相談できる人いないと思ってたんですけれども、まあ唯一仲のいいネパール人の友達がいたんですよ。ヘマンタっていうネパール人の友達がいて、まあそいつ日本語全く喋れないけど、まあちょっと相談してみようと思って、もう拙い英語でバーって喋って、そしたらヘマンタもバーって答えてくれて、でも全然わかんないですよ。日本語喋れないから全く聞こえないんですけれども、唯一聞こえたのが僕の方を指さして、もうエロティックチキンって言ったんですよ。多分その一日中唐揚げ揚げてる変態ということで、多分僕のあだ名はエロティックチキンになっちゃったんですよね。まあ、ちょっと話変えまして、先日ですね、僕の TikTok 内にコメントが一件来まして、そのコメントをしたのがその男性か女性か分かんないんですけれども、僕ちょっとガチレスしちゃいまして、その内容っていうのがですね、なんかそのコメントがその、え、可愛い系で行こうとしてるやんって来て、まあその普通だったらね、その可愛い系で行こうとしてるやんって言われたら、いやそんなことないですよ、僕芸人ですから、その面白さでやってますよっていうのが多分普通だと思うんですけれども、僕はですね、あの可愛い系で行こうとしてるやんって言われて、僕はですね、あ、元からそうですよ、元からそうですよ、誰か僕のガチレス止めて。じゃあもう最後にですね、僕の最近のマイブームをね、ね、ちょっとじゃあ紹介したいと思います。僕のマイブームはですね、もうバイト先のね、男のバイト先の先輩のお尻を揉むことです。はい、僕のマイブームはケツ揉みでございます。なんでそれハマってるかというとですね、僕はこの先輩のケツをね、こう揉むわけですよ。もうガシンと、もうこの親指、中指、全部の指に神経を張り巡らせて、もうもみってやるわけですよ。そしたらですね、もみってやった時に、その先輩はですね、クーンって言うんですよ。もうチワワのようにクーンって笑う、お疲れした